先生校の語が刻まれている、モレアス先生校、ディミトリオスパレオロゴスの国印先生校は、コムネノス王朝時代以降の東ローマ帝国の社会、及び、後に、バルカン半島において使用された地方の領主の称号。古典ギリシャ語では、デスポテイス、中世ギリシャ語ではデスポティス。もともと、デスポテイスは、古代ローマ帝国の東方地域で、 早いうちから皇帝を指す言葉として使用され、東方地域を継承した東ローマ帝国でも皇帝の別称として引き続き使用された。これが釈位となったのは、1163年のコムネノス王朝三代目の皇帝マヌエル一世。コムネノスがまだ実の息子がいなかったため、後継者とした娘子のハンガリー王ジベラに祖父の名である。 アレクシオスという名前と共に与えたのが始まりだとされているが、それ以前から存在していたという説もある。この後、東ローマ帝国が第4回十字軍によって一時、滅亡した後に亡命政権のエピロス君主が皇帝を名乗る前段階として、先制皇の称号を採用したとき、初めて独立国の君主号として現れることとなった。その後、ニカイア帝国の皇帝ヨハネス三世、 トゥーカス・バタツェスは、競合関係にあった、エピロス先生校を下し、改めて先生校の称号を与えて、これを名目上の属国とした。これをきっかけに、地方の君主の称号として、先生校称号が、バルカン各地で幅広く使用されることとなった。14世紀以降は、モレアス先生校領など、東ローマ帝国内の地方行政機構においてもその主張として、 先制公称号を持つ皇族が派遣されることが多くなった。日本語訳では先制公とする場合もある。先制という言葉が訳語に使われた背景にはもともとデスポテイスがローマ皇帝聖における皇帝称号の一つドミヌスのギリシア語訳として用いられたことを背景としている。上記の通りその後の東ローマ時代においてもデスポテイスはいわば 先生君主という意味合いの言葉として、皇帝称号の一つであり続けたが、1163年以降に爵位となったため、先生という語源上の意味を示す訳語に、皇位爵位を示す、皇内し、皇府して、先生皇、先生皇という訳語が作り出された。アレクシオス一世、コムネノス時代に、同じように皇帝称号を流用して創設された、セバストクラトールの訳語、 尊厳校についても、尊厳者を示すアウグストゥスのギリシア語訳、セバストスと最高司令官を示す、インペラトルのギリシア語訳アウトクラトールを合成させた、オーガスティン・プラターイコール、シグマイプシロン・ベータ・アルファ・シグマ・タウ・カッパロー、タウ・オメガローの訳語として、尊厳者に交付して作り出された訳語である。ただこれらの訳語は、必ずしも、日本ビザンツ学会における社会の訳語として、 定着しているわけではなく、便宜上のものである。ありがとうございます。